どうしてもこの色綺麗なのにその色が出ないっていうことになってきませんか。はい、年を重ねる美顔はポキとなる、メイクアップロデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。はい、今回はアイメイクっていうことでちょっとアイメイクのバリエーションをね撮っていきたいと思うんですけども、今すごくねキラキラしたアイライナーとかいろんな色のアイライナー出てるじゃない。ここから私たちね基本形って言ってこのグラデーションの、ね、下から上に上がっていってどんどんね薄くしていくっていうアイシャドウの付け方だと、どうしてもこの色綺麗なのにその色が出ないっていうことになってきませんか。でも薄くしちゃうとなんだか私たちの年代は物足りないみたいな感じになってくるあなたに、今回はちょっとテクニックを変えて逆のグラデーションということで、上の部分が濃くて徐々に薄くなっていって、でそのことによって薄くなるところにラインを可愛くね引いて、夏らしいちょっと変わったねテクニックを今日はね皆さんにご紹介していきたいと思います。では早速いってみよう。はい、今回使いますのはセザンヌのビタートーンアイシャドウということで03番ビスケットブラウンということで、最近私すごくね好きで使っております。3コインズで買ったこの筆でやっていきたいと思うんですけども、3コインズってね本当最近すごいなと思って、これも3本セットだったので1本100円みたいな感じですよね。いつもだったら薄いの全体につけていってこっからいくんですけども、こちらの方からやっていきたいと思います。でこの時に筆に取ったらティッシュでよくなじませてください。色よくなじませてムラにならないようにしてから眉毛の下からちょっとずつ下ろしていきます。コツはガバッとつけないことです。こうやってね重ねていきます。色がちょっと足りないなと思ったらもう一回トントンして、ここでなぜ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 、はい、なぜなぜしたらここから、ね、眉毛の下のあたりからちょっとずつ下ろしていきます。フォールラインのちょっと下の方までをグラデーション、もうこの時点でちょっと立体感が出ませんか。こんな感じで、そこから逆に明るい色を取って真ん中にトン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 で真ん中に向かって集めてくるように色を作っていきます。これだけ。眉毛の下からグラデーションで、この真ん中の色をね明るい色を入れて、そこに集めるようにして放射状に動かしていく。もうこれだけです。これだけでね、この色どうですか。綺麗でしょ。この明るい色にしてからこういうね微妙な色あるじゃないですか。これはくすみピンクのティーアップ、すごくね人気がある色なんですけども、色がこれね、こちらの色を入れていきます。際から、そうすると色がすごく綺麗にで、ね、トン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 と置いていくと片付かないです。結構ね私たちの目ってたるんだりとかこうちょっとシワがあったりするとラインを引くの難しくなってくるんだけど、横にしてちょっとね置いていくようにつけていくと、まつげにねちょっと押し当てるようにつけていくとね、この際ギリギリに、どうですか。でちょっとね出てないなと思う人はちょっと引き上げて少し長めに引いてあげて、これだけでも全然違くないですか。で今度濃い色と混ぜて、ここでもちょっとトントンしてください。トントントンとしてあげて、今度まつげとまつげの間に下ね入れてあげます。でそしたら今度こちらの淡い色を上から少し広めに取っていきます。ちょっと色が上の方がもう少し欲しいなと思ったらまたトントン、はい、こんな感じです。はい、マスカラの方はキスの、はい、ちょっとボルドー系、そう
今本当に微妙な綺麗な色がたくさん出てるので、ちょっとね生かしてあげるしてあげると少しおしゃれの幅が広がりますよね。でも若い方みたいにね、奇抜にガッってなっちゃうと痛い女になりがちじゃないですか。なのでさりげなく入れていく、いつものねメイクより本当にねちょっと気持ち変えるだけで雰囲気が変わるんで、でこれだけでもどうですか。このアイライナーがね細く入ってるけども効いてきてませんか。ここで夏お出かけして夜にちょっと飲みに行っちゃったりとかするんだったら、普段は使わないけどね、こういうラメがね入っているようなアイライナー、ちょこっとだけ、はい、少しこの上から少しだけ重ねてあげます。ちょっとだけで、そこから点置き、ちょっとだけね。でも結構わかります、ちょっとだけコツはちょっとだけ、大胆にじゃなくて、夜にお食事行くときって少しね薄暗かったりとか、ちょっとライティングとかもね上とか来ちゃうじゃない。上からのライティングってダウンライトだから、この辺にクマがガーって出てくると、あーなんか疲れたっていう顔になってしまうので、そうではなくてちょっとキラキラさせたのが、こう角度によってうるうるっていう目にねしてくれると思うので、ちょっとね旦那様とデートだったりとか、ちょっと夜に皆さんとねお食事した時にちょっとだけいい女風な感じになるアイメイクなんですけども、どうでしょうか。こんな感じです。じゃあこっち側やっていきますね。はい、こんな感じです。はい、どうですか。少しエレガントな感じになりませんか。立体感がね、この前からのグラデーションっていうと逆グラデーションになってくると、ちょっと知的な感じであったりとか、少しねミステリアスな感じっていうねイメージを作る時によくこういう感じでメイクをするんですけども、自分のいつも使ってる、皆さん結構こういう色持ってませんか。一つはまずはベーシックなベージュブラウン系のアイシャドウであったりとか、ちょっとオレンジ系がね入ってるようなもの入れていくと失敗がないので、たださっき言ったように失敗しないためにはちゃんと筆に馴染ませてふわっとつけていく、で何回か重ねていくと色が出てくるので、一度にねドバッとつけてしまうと本当にグラデーションの幅が狭いので、なんだか乗りましたみたいな感じになってしまうので、皆さんちょっと馴染ませるっていうことだけは気をつけてみてください。はい、皆さんどうですか。メイクっていつもやってるパターンから少しだけ違うパターンをするだけで、あれこの色全然違うんじゃないのっていうイメージになったりするので、ぜひね試してみてください。いろいろ皆さんね、これ買いましたとか、でも使えないですとか、いろいろねコメントいただいているので、もし自分のねメイクを掘り出していただいて、あこのラインね、あ最近使ってなかったなとか、ちょっとキラキラしたの買ったはいいけどなかなかね使えてなかったなっていう方は、トントントンと今ペタッとしてるけど、こっちのね色を使ってもいいかなと思います。はい、そんな感じになっております。はい、今はねちょうど公式 LINE の方では崩れにくいねメイクのテクニックのまとめたものもご用意してますので、またプレゼントのところからもらってください。あでまたね月曜日のね朝7時からはインスタでねいつもライブをしてます。でこうメイクをしながらねライブをしてたりするので、朝ラジオを聞くような感じで聞いてみていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。しょうこさん、しょうこさん、はいはい、今日も私がお客様の声を持ってまいりました、うん、今日は40代のリカさんっておっしゃる方が、最近とってもオールインワンも良くなってきていて、使ってる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。でもやっぱり化粧水とか美容液とか、そういうものをちゃんと使った方がいいのかしらって、で今とっても時短で、特にトラブルはないそうなんですけど、でも翔子さんオールインワンあまりおすすめしてないじゃない、はい、そこは実際どうなのかしら。私はオールインワンっていうのは、まあ、食事で例えると、インスタントのコンビニの弁当であったりとか、インスタントでも、まあ、美味しいものはたくさんあるし、高いものもいっぱいあるじゃない。でも添加物って結構いっぱい入ってません、だから毎日それを食べ続けるとどうって、なるべく自炊ある程度しないとしんどくなってくるじゃない、胃とか、だから要はオールインワンって全部いいとこ取りをしてるから特化ができないじゃない。生きてはいけるけどっていうか、インスタントものって別に生きてはいけるけど、綺麗に細胞が生まれ変わるのかって聞かれると、インスタントもので
ではちょっとね綺麗な細胞には生まれ変わらないじゃないっていう考え方ね、まあ、考え方の一つとして、一つとしてね、うん、でも時短で他のことがやりたいとか、うん、もう疲れてしまってっていうんだったら、うん、オールインワンでもいいと思う、うんうん、ただ私は肌は育むものというか育てて成長していくものだと思っているので、うん、毎日のケアはたるみだったりシミとかいっぱい悩みがあったとしても、うん、まずはどの悩みから解決したいのかっていう特化させながら今の肌に必要なものをチョイスして選んでいく、うん、食べ物もそうでしょ、色悪いって言ったらちょっと雑炊にしたりとかそうそうおかゆにしたりとか、うん、でも今日は特別な日だからちょっとステーキ食べるとかいろいろあるじゃん、あるあんな感じ、そうね、うん、やっぱり胃が悪い時に、うん、具合悪いなら焼肉食べに行こうってならないものね、そうやってもたれちゃうからね、せっかく美味しいの食べたのに美味しく感じなかったです、うん、そうそう、お肌も同じかうん、そんな感じって思ってる、なので悪くはないと、うん、もちろんね、うん、なのでそこは自分が5年後10年後の肌にどんな風に思ってるのか、そうね、やっぱり自分の肌に向き合って、うん、今何が必要か、うん、自分で自分を知ってあげないとね、ね、そうそうそう、それ大事だよね、大事大事、はい、こんな感じで選んでみてって言っといて、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、今日もナイス。